次に金子陽一君の質疑を行います。はい、委員長。金子君、おはようございます。民主党の金子陽一でございます。よろしくお願いいたします。私は日頃から円高デフレ脱却というテーマで活動をさせていただいております。今日は先ほど大久保議員から素晴らしい質疑がございましたので、そちらとは極力重ならない形で、経済的な側面からエネルギー原子力問題について、お話を質疑をさせていただきたいと存じます。まずはエネルギー原子力発電問題についてでございます。現在は国内の原子力発電所、これ54基ありますうちに1基だけ動いている状態であります。これも5月には停止をする予定でございます。で、各社ともこれを火力発電で賄うために長期計画停止中のプラントを稼働をさせている。しかしこうした古いプラントは発電効率も非常に悪く、またトラブルも起きかねないという状態でございます。で、この不安定な電力供給に対して、一部の皆さんは電力供給が逼迫をするであろう今年の夏に対しましても、昨年の夏と同様に、例えば工場に対して昼間ではなく夜間に操業をしろとか、あるいは木曜と金曜日に休業をして、そして土曜日曜に操業をしろと、そういったご主張をなさる方もおいでです。しかし一部の産業だけに過剰な負担をしわ寄せをすることは、これは公平ではないと私は考えております。で、私は昨年の7月に、当時の菅直人内閣総理大臣に対しまして、11名の仲間、吉良修司衆議院議員や長島昭久衆議院議員とともにですね、体制を一新して新たな体制の下で、新たなエネルギー政策、原子力政策に取り組むべきだということで、申し入れを行いました。その内容は、原子力政策については当時の安全対策の不備がこれは明確にあったと、そして政策推進機関である経産省と、そしてそれをチェックをする機関である原子力安全、保安院が同一の大臣の指揮下にあることは、これは不適切であったこと、そして中長期的には再生可能エネルギーの普及促進を行っていくべきである、その一方で同時に夏冬の電力需給逼迫時期については、これは早急な対応が必要であるということを申し述べさせていただきました。今もその考えは全く変わっておりません。現在国内の製造業は円高デフレの下で電力不足という大変厳しい状況にさらされております。電力供給について国内のものづくり産業が直面する窮状を十分に認識をした上で、電力供給について需給問題を早期に解決をする、そうした適切なエネルギー政策を作り上げるのだという明確なメッセージを政府が発出する必要があると考えております。で、そこでまず経産大臣にお尋ねをいたします。まず最優先の課題は今年の夏の安定供給であると考えております。そして電力システムの改革の問題、これも大変重要な問題だとは思いますけれども、これはまた別個、別に中長期的にきちんと議論をしていくべきだと考えております。国民や生産現場の不安を解消をするためには、経済的な効率性と両立させた形でこの夏の電力の需給の逼迫に対応をしていく必要があると思います。その点を踏まえていただきまして、今年の夏の電力供給を確保する方策についていかがお考えでしょうか。経産大臣、お願いをいたします。経済産業大臣、枝野幸男君。はい、この夏の電力需給については、仮に原子力発電所の再起動がなく、2010年の猛暑並みのピーク需要となった場合には、有効な対策を講じないと、約1割の需給ギャップが生じる見通しであるというのを昨年の秋にまとめております。
その後、供給力の積み増しについて各電力事業者を促すとともにですね、予算や規制改革等を通じた努力、あるいは省エネ促進策を進めております。また、この夏の具体的な需給見通しについては、これまで以上に正確な情報を把握する必要があることから、電気事業法に基づいて罰則付きの報告徴収を電力会社にかけたいというふうに思っております。つまり、電力隠していたら罰則をかけるということで、ちゃんと全部出せと。その上で、経産省だけではなくて、第三者の専門家からの検証を受ける機会を設けて、隠している供給力がないかどうか、あるいは見逃している供給力がないかどうかということを詳細に検討させたいと思っておりまして、こうしたことを今月中、鋭意進めまして、連休前後までをめどに、対策とともに取りまとめてお示しをしたいというふうに思っております。金子洋一君。ありがとうございます。隠している電力がないのかどうかという、チェックをきちんとしていただきたいと思っております。しかしながら火力発電を再稼働することによりましてですね、我が国の LNG や原油の輸入量というのは急増をいたしました。そのこともありまして、昨年の我が国の貿易収支、これは第二次石油ショックの直後以来、31年ぶりに赤字に転落をいたしました。資源エネルギー庁の計算によりますと、原子力発電所が1年間すべて停止をした場合の追加的な燃料費は約3兆円であるということであります。で、このことは、この数字は2011年の貿易赤字全体が2兆4927億円でございますから、これと比較をいたしましても、それより大きい数字になっております。そして2010年の貿易収支は6兆6347億円の黒字だったわけですけれども、その約半分にも当たるという大変大きな数字であります。で、これは我が国が発行しております国債の信任も、これは経常収支の黒字に支えられておるところも大きくございます。ですから、こういった経常収支の悪化が、これはできるだけ避けなければならないというわけであります。で、同時に燃料費の高騰も相まみましてですね、電力会社の収支も急激に悪化をしております。電力供給が不安定であることに加えて、電力料金が値上げをされるということになりますと、我が国の国民生活への悪影響はもとより、産業の空洞化すら招いてしまうということが考えられるわけであります。またちょっと話題がずれるわけですけれども、原油やガス、石炭といった化石燃料に対して課税をする地球温暖化対策のための税につきましても、この時期これだけエネルギー価格が高騰しているわけですから、我が国の産業や経済に過度の負担とならないように十分配慮をしていく必要があると私は考えております。さて、電力を安定供給するということは大変重要なことであります。そこで、総理と経産大臣にそれぞれお尋ねを申し上げます。中長期的なエネルギー政策については、再生可能エネルギーの比重を高めていく方向でいくべきだと私は考えておりますけれども、特にこの夏の需給逼迫に対応するためには、これは十分に安全を確認して、そして地元と十分に話し合った上で、早期に原子力発電所の再稼働を実現すべきではないかと考えますが、総理と経産大臣、ご所見をお願いをいたします。最初、枝野経済産業大臣。電力の需給や、あるいはその燃料代等による経済等に与える問題というのは大変重要であると思っておりますが、それ以上に原発事故が起こった場合の影響の方がより大きい、その程度は比較にならないと思っております。従いまして、まずは原子力発電所の安全性の確認と、それについて地元の皆さんをはじめとする住民の皆さんの一定の理解が得られるかどうかということが重要であります。今、大井発電所の2つの原子炉については、専門家による検討が済んだ状況でございますが、まだ今の段階で私自身、
その内容に納得をしているわけでもありませんし、それで国民の皆さんに納得をいただけると特進をしているわけではありません。今日もこの国会終わりましたら、しっかりと、それを読み込もうと思っております。先ほどのご指摘の通り、今私は原子力の安全と、それから電力需給と双方の所管をしておりますが、まさに原発事故を踏まえれば、安全を優先しなければなりませんので、大変恐縮ですが、今のお尋ねに対するお答えは、私自身がこれで国民の皆さんに、一定のご理解をいただけると特進をした時点でお答えさせていただきたいと思います。野田内閣総理大臣。今枝野大臣お答えした通りだと思いますが、心配をされる今年の夏の需給の問題は、これはまもなく具体策を出すと思いますけれども、基本的には供給力を積み増していくのと、それから需要を減らすための、いわゆる省エネの徹底ということになると思いますが、その上で原発の再稼働については、これはあくまで安全性のチェックというのが最優先だろうと思います。したがって、従来からそのプロセス申し上げておりますけれども、IAEA のレビューを受けたストレステストを行い、それを保安委員そして安全委員会がそれぞれチェックした後に、地元の理解などが得られているかどうかを関係閣僚で総合的に政治判断をするというプロセスを、しっかり安全性のチェックという観点を大事にしながら判断をしていきたいというふうに思います。金子陽一君。ありがとうございます。私も安全性をについて妥協をしろというふうには全く考えておりません。地元の皆さんの中には、原子力規制庁の発足がなければこれは到底受け入れられないとおっしゃるところも多いわけであります。私は別に特定の原子力発電所をどこをどうせよというふうに申し上げるつもりはございませんけれども、日本全体のことを考えますと、やはりどうしてもこの問題は避けて通れない問題であろうと考えております。電力関連の質問はここまでといたしまして、次に、石油製品関連のご質問をさせていただきたいと思います。被災地では、電気やガス、こういった供給網が寸断をされる中で、分散型エネルギーであります石油製品が、移動ですとか、あるいは暖房の用のエネルギーとして活用をされてきました。もとより関東より寒い地域でありますので、依存度がもともと高かったわけでありますけれども、供給ネットワークの分断にも耐えて何とか使用し続けることができたわけであります。そういった性格も十分踏まえまして、また今エネルギー基本計画が中長期的なエネルギー政策の指針として検討の大詰めを迎えております。このエネルギー基本計画でも、平時のことだけではなく、こういった緊急時の震災のような状況も想定をして十分意識をして策定をお願いをしたいなと思っております。この大震災を機に、備蓄強化や災害時の石油製品の供給確保に向けて、石油備蓄法などの改正案が提出をされておるところであります。そしてそこでですね、全国のこれ病院ですとか、あるいは公立の学校、そういった公の施設に対して震災の教訓を生かして自家発電の装置を設置をする、あるいは設置をした装置もこれはメンテナンスをしておりませんと、いざ動かそうとして、実際に全く物の役に立たなかったという例も震災の時に起きてしまっておりましたわけですから、メンテナンスも十分にやると、そういったことも義務づける、そういった対策を行うべきではないかと私は考えておりますので、それぞれ病院と学校につきまして、厚労省文科省お答えをお願いを申し上げます。厚生労働大臣政務官藤田和恵さん。災害時の医療機関における電力確保対策というのは、委員ご指摘のとおり大変重要な課題でございます。そこで平成23年度は第1次補正予算と第3次の補正予算合わせて計38億円を計上いたしまして、全国の災害拠点病院、救命救急センターなどの自家発電設備の整備に対する補助を行っているところでございます。また今お話がございましたメンテナンスの義務付けでございますけれども、
災害拠点病院については、本年度、この4月1日から新たな指定の新たに指定要件というものを整備をいたしまして、その中で病院の基本的機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等により電源が確保できること、また非常時に使用可能なことを平時から検証するよう求めておりまして、災害時に確実に作動できるよう取り組みの強化を図ってあったところでございます。今後とも災害時に備えた対策を進めてまいりたいと考えております。文部科学大臣政務官木井隆君。お答えを申し上げます。公立学校施設につきましても、子どもの安全確保はもとより、災害が起こった時の地域の応急避難場所としての防災拠点としての役割を果たすために、防災機能の強化極めて重要であるというふうに考えております。文部科学省におきましても、平成24年度の予算案におきまして、防災機能強化事業を創設をいたしました。で、避難所に指定された学校への自家発電設備の整備等への支援をすることというふうにいたしております。またご指摘のメンテナンスにつきましてですが、東日本大震災の教訓を踏まえた有識者会議の緊急提言におきましても、教育委員会と防災担当部局が連携をし、自家発電設備の整備、そして維持管理等の防災機能の向上を図っていくことが必要との指摘がございます。で、これを踏まえまして、地方公共団体に通知をし、そうした設備の整備、そして維持管理を今促しているというところでございます。今後も引き続き地域の状況が少し違うところもございますので、地方公共団体の要望をしっかり踏まえながら、公立学校施設の防災機能の強化をしっかり推進してまいりたいというふうに思います。金子洋一君。どうもありがとうございました。十分な対策をよろしくお願い申し上げます。また災害時の石油製品の安定供給のために、地域の石油組合と地方自治体等の間で災害時石油供給協定が結ばれるということも増えてまいりました。で、その支援内容といたしましては、これは災害対策本部や災害拠点病院などに長期に非常用発電機の燃料備蓄をするということは難しくなりますので、あらかじめ指定しておいた場所に、重要な施設に緊急時に優先的に供給をする、あるいは緊急通行車両、これはさまざまな車両が我々の概念よりも広く取られるわけでありますけれども、そういったものへの燃料供給などが挙げられるわけであります。で、そのためには燃料を輸送をするルートの打ち合わせですとか、あるいはそれぞれの建物の給油口の形がどういう形で、どういう規格で、でどこにあるのかといった日頃からの細かい打ち合わせが必要になってまいります。こうした情報共有の活動というのは、業者の側から見るとこれは全く採算に合うものではございません。コストがかかる一方であるということになります。しかし、こうした取り組みもやはり維持可能なものにしなければならないというふうに考えます。そこでまた経産大臣にお尋ねをしたいんですが、災害時の石油製品の安定的な供給のために、地域の石油組合と地方自治体との間で災害時石油供給協定を締結する際には、地域の石油サプライチェーンを維持する観点から、平時の石油製品調達における観光需適格組合との受注拡大を協定に盛り込むように取り組むべきではないかと考えるんですが、お考えをお聞かせください。枝野経済産業大臣。ご指摘のとおりですね、石油、灯油、あるいはガソリン含めたですね、さまざまな石油製品について、災害時に、避難所であるとか、あるいは役所の車を動かすためのガソリンが足りなくなってということもございました。災害時の石油供給協定を自治体の皆さんと地元の石油組合の皆さんで結んでいただくということ、大変重要だと思っております。ただ、それだけではですね、実はそもそもなかなか今、地元のガソリンスタンドとかですね、灯油等を扱っている業者さん自体が減っているという状況にありまして、
平時のサプライチェーン自体がなかなか維持ができない、そうした中でじゃあ有事の時だけ何とかしてくれと言われても対応できないという声が あるのはご指摘の通りでございます。従いましてですね、すでにこれ北海道のようでございますが、石油組合との協定の見直しの中で、域内の中小企業者等に対する受注機会の確保を協定に盛り込む動きがある出ております。経産省としてもですね、今のような視点に立って、協定等により継続的な供給体制を構築する場合には、平成23年6月に閣議決定された中小企業者に対する国等の契約の方針に準じて、地域の観光事適格組合等を積極的に活用するよう、私の経済産業大臣の名前で各自治体の長に対し要請を行ってきているところでございます。これについてはより一層強く働きかけを進めてまいりたいというふうに思っております。金子雄一君。どうもありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。続きまして、こうして供給を確保した石油製品を使う、運輸面に話を移したいと思います。大災害時には輸送のほとんどトラックが担い、そして人員についてもバスが担うという形になってくると思います。災害発生時にですね、地方公共団体から緊急輸送の要請を受けた場合に協力をするという災害時人員物資輸送協定といったものを結ぶケースも大震災後に特に増えてきているということでございます。このようにトラック事業者にせよバス事業者にせよ災害時に大変重要な役割を果たすわけであります。でそこで、各都道府県のトラック協会ですとかバス協会に対して、これまで交付をされてきております運輸事業振興助成交付金についてなんですけれども、昨年の8月の法律の成立後には都道府県から各都道府県の協会に対して交付をする都道府県の努力義務が課せられたわけであります。しかしながら依然として交付金を全額給付をしない自治体がございます。そこで運輸事業申請助成交付金についてお尋ね申し上げますが、都道府県から各協会への全額の給付をですね、確実に行うべきではないかと考えておりますので、この点につきまして、まず福田総務政務官にお尋ねをしたいと存じます。福田昭夫総務大臣政務官。お答えをいたします。先生のご指摘のとおりですね、運輸事業の振興の助成に関する法律においては交付金の交付については都道府県に対して努力義務が課されているところでございます。こうした法的枠組みの下で各都道府県における実際の交付額は総務省令により算定される交付基準額を目安として、災害時に備えた緊急輸送体制の整備やトラックバス事業の安全対策などに必要な事業量等を踏まえて各都道府県において判断され、最終的に各団体の予算で定められるものと理解をいたしております。総務省といたしましては法の施行後、各都道府県に対し総務大臣通知や各団体の財政担当部長が出席した会議などを通じて法の趣旨や制度創設の経緯などについて周知に努めているところでございます。今後ともですね、法の趣旨や運輸事業振興助成交付金の創設経緯などについて十分な説明を行い、各都道府県における適切な対応を要請してまいりたいと考えております。金子雄一君。ありがとうございます。ただやはり目安とか目処という言葉は非常に曖昧で、どのくらいその言葉を信用していいのかという大きな問題というのがどうしても出てきてしまうと思います。そこで出す側であります前田国土交通大臣に同じことをお尋ねをしたいと存じます。ぜひとも積極的なお答えをいただきたいと思います。前田国土交通大臣。委員ご指摘のように昨年の平成23年にですね、運輸事業の振興の助成に関する法律ができました。その背景としてはそのご指摘のように軽油を燃料とする自動車、特にトラック輸送ですね、それからまた公共事業の大きな担い手であるバス、
まあ、そういった運輸需要に与える影響に鑑み、この費用の上昇の抑制を抑え、輸送力を確保するために、こういった制度が設定されたわけで、今までは通知で行っていたのを法律化したということは、この重要性に鑑み、ぜひこの制度というものを徹底させたいという、まあ、背景でございます。現状については先ほど福田政務官からもまたその取り組みの方向についてありましたが、国交省としましては、都道府県においてこの法律の趣旨を十分理解して、そしてこの算定された額のですね、全額を交付するように努めてまいりたいと思います。国交省としても総務省と連携して、しっかりと進めてまいります。金子洋一君。ありがとうございます。確かこの法律には見直し規定もあったと思いますので、ぜひともこういった規定も十分に活用をしていきたいなと思っております。続きまして、震災時の交通の要となります道路についてお尋ねをいたします。私は神奈川県ですので、首都圏について取り上げさせていただきます。首都圏直下型地震が発生をいたしますと、まあ、1都4県を対象に、例えば食料ですと7500万食と、あるいは飲料水1万6500トンといった大量の物資が運び込まれるということになっております。ところが昨年の我々の経験からいたしますと、現状では道路が渋滞をしてしまいまして、どうしようもならないということになってしまうだろうということが容易に予測をされるわけであります。一体どれだけの道路が震災後も利用可能か、はだはだ心もとないところがございます。そこで震災に備えまして、また国交大臣にお尋ねを申し上げますけれども、東京外環ですとか圏央道といった首都圏の環状道路の早期整備というのがこれ大変重要になってくると思うんですが、そちらへの決意をぜひともお聞かせをいただきたいと存じます。前田国土交通大臣。昨年の大震災の時の反省として、規格の高い道路がしっかりとつながっていたかどうかで、その後の救出活動、あるいは復旧復興に至るこの過程で非常に大きな差が出てくるわけであります。それが実証されたと思います。例の東北大震災における櫛の葉作戦というような、南北の幹線道路、その幹線道路から三陸の沿岸に至る櫛の葉、そういったものを1週間も4、5日以内に、交通可能にしたというのが大きな、まあ、その後の救援あるいは復旧に役に立ったということが実証されました。また12号台風という紀伊半島を直撃した大災害の時にも同じようなケースがあったんですね。首都直下型ということになってきますと、この東京首都圏というのがもうすでに交通は相当整備されたと思いがちでありますが、実は致命的な欠陥があります。それは環状道路がきちっとつながってないということで、これはもう世界のその首都においてこういうような状況はないんですね。まあ、そういった意味ではまさしく委員が指摘されるように、圏央道あるいは外郭環状、これをきちっと早くつながないと、もし想定されるような事態になったときには非常に、その大きな支障が生じるだろうと予測をされます。まあ、そういった意味でできるだけ早くこの、まあ、いわゆるミッシングリンクとも言われますが、この、まあ、つながってないところをつなぐということをしっかりやってまいりたいと思います。金子君。ありがとうございます。神奈川県の話ばっかりで恐縮なんですが、首都圏環状道路は神奈川県の中は総延長がわずかに数キロ、3キロとか5キロぐらいしかございませんので、早期の整備をぜひともお願いをしたいと存じます。で、続きまして、
被災地で重要となる機能であります郵便局ネットワークについてお尋ねをしたいと思います。この被災地での復興につきまして、現場の声を聞いてまいりますと、残念なことに分社間の連携がうまくいかない、あるいはそもそも被災地の局舎を再建しようにも何分社化するかわからないので、これもわからないために部屋割りすら設計できないという状況にあると言います。そこで、こうした被災地での郵便局ネットワークの再建につきまして、現在日本郵政の方でどういうふうに取り組んでいるのか、総務省にお尋ねをしたいと存じます。はい、総務省福岡徹情報流通行政局郵政 行政部長。お答え申し上げます。日本郵政グループにおきましては、今回の大震災によりまして、当初郵便事業株式会社の6支店21集配センター郵便配達の拠点でございますが、これらが、また郵便局株式会社、こちらの方は窓口でございますが、直営郵便局が106局、委託によります簡易郵便局32局が全壊、半壊、浸水等の被害を受けまして営業停止したところと聞いてございます。その後、郵便局株式会社におきましては、建物の修繕や移転、あるいは仮設店舗を設置するなどによりまして、現在、直営郵便局では70局、またいわゆる簡易郵便局では11局が窓口を再開しているところでございます。またこのほか、移動郵便車、車両によります移動郵便局の開設、外部の施設を借りての郵便物等の区分、また仮設住宅付近にポストを設置するなどによりまして、サービスの提供に努めているところと伺っております。なお、先生ご指摘ございましたように、このように業務の普及等に全力を注いでいるところでございますが、分社化によりまして、郵便事業会社と郵便局会社が別々の会社に分かれたといったようなことから、店舗を設置するなどに際しまして、逐一会社間の調整が必要になり、迅速かつ円滑な対応にも障害生じている面があるやにも聞いているところでございます。金子陽一君。ありがとうございました。先週の金曜日にですね、自民、公明、民主の3党が共同で、郵政民営化法の改正案を国会に提出をいたしました。この改正案では郵便局会社と郵便事業会社が一つの会社になるということで、郵便事業会社の社員であります配達員さんが郵便貯金などを取り扱えるということになるわけであります。また凍結をされていた日本郵政のグループの株式の売却も可能になるということであります。政府保有の日本郵政関連株は総額で8兆5000億円にも上るというわけであります。復興財源として速やかにこれを利用するためにも、この改正案をできるだけ早くこれは可決成立をさせていかなければならないと考えております。さて、残り20分になりましたが、震災からの経済的復興について、話題を変えさせていただきたいと思います。震災は言うまでもなく日本経済全体に大きな悪影響を与えております。まずはこれは円安を進めてですね、輸出を増やすということが経済的な復興の第一歩になると思います。そしてこの円安を実現するためには、インフレ目標政策であるとか量的緩和政策であるとか、そうしたアメリカでは信用緩和政策と言われますけれども、こうした政策を、金融政策を駆使することが必須の条件になってまいります。そこでまず安住大臣にお尋ねをいたします。震災後、数字の補正予算、そして為替介入の総額はそれぞれ何兆円になりますでしょうか。また復興国債の23年度の発行額はいくらになりますでしょうか。安住財務大臣。平成23年度の補正予算の財政需要を単純に合計いたしますと、1次が約4兆、2次が約1兆9000、3次が12兆1000、第4次は先般挙げていただきましたけれども2兆5000ですから、トータルで 20.7 兆でございます。それから復興債については第3次補正において 11.6 兆円を発行いたします。為替介入についてはですね、3月8月、昨年ですね、
10月と行いまして、合計合算額は14兆2900億円でございます。はい、金子君。ありがとうございます。まあ、これだけ大変大きな財政の出動が行われているというわけであります。もちろん人によってはこれもっと出すべきだという議論もあるでしょう。で、実際に私も震災の直後に日銀による国債の直接引き受けで20兆円ぐらい資金を直ちに賄うべきだというふうに考えまして、さまざまな形で運動をさせていただきました。まあ、空振りに終わりましたけれども、させていただきました。ですからいろんな思いはございます。ただしこれは政府が2010年の6月に閣議決定をいたしました財政運営戦略に基づいて今後強力に財政再建を進めようと、これは決意をしている以上、今後取れる景気刺激策というのは財政政策では原則としてなくて金融政策にならざるを得ないわけであります。言い方を変えますと、これから財政政策というのは景気刺激策のとして使うとプライマリーバランスの黒字化というのはとても難しいんだよということになろうかと思います。我が国では金融政策の主体は日銀であります。そこで、日銀の政策が果たして信用できるのか、クレディブルであるのかということが大変大きな問題となってくるわけであります。そこで、安住大臣に恐縮ですがもう一度お尋ねを申し上げます。2月14日に日銀が行いました金融緩和の中で物価安定のめど 1% の明示というのがございました。こちらを実質的なインフレ目標だというふうに安住大臣はお考えになるでしょうか。安住財務大臣。私はですね、インフレターゲットそのものはさまざま解釈があるのは金子さん一番ご存知なわけですけれども、私は消費者物価のですね、対前年度比上昇率 1% を目指して、それが見通せるようになるまで、強力に金融緩和を推進していくとしているわけですね。そういう意味では、実質的にこの目指す物価上昇率と時間軸を明確にしていますので、これは実質的にインフレターゲットを設定されたものだと、私は受け止めているとコメントしております。金子陽一君。大臣ありがとうございます。それでは日銀の山口副総裁にお忙しい中おいでいただきましたのでお尋ねを申し上げます。これ先日の財金委員会でも西村副総裁に私からお尋ねをいたしましたが、この物価安定のめど 1% との明示という政策、これは大変に大きな効果があったというふうに私は評価をしておりますが、副総裁の評価はいかがでしょうか。日本銀行副総裁山口秀博参考人。お答えいたします。2月の私どもの政策決定会合におきまして、ご指摘のような政策決定を行ったわけでありますが、それ以降の金融資本市場の動きを見ますと3つあります。特徴点は、国債金利がまず残存2年から5年といった期間のものを中心に、低下しているというのが一つでございます。それからもう一つは為替相場でありますが円安方向の動きになっているというのがございます。それからもう一点は株価も上昇しているということでございます。特に為替相場や株価の動きについて、市場参加者の見方というのを聞いてみますと、やはり欧州債務問題をめぐるリスクの低下とか、あるいは米国経済の改善の動きといったような世界的にやや明るい材料が見られ始めていると、このことが指摘されることが多いわけでありますが、加えて私どもによる政策姿勢の明確化、一段の金融緩和といったことも市場から好意的に受け止められているものというふうに理解しております。ただこれはもう釈迦に説法でありますが、金融政策の効果を考える場合には企業の資金調達コストがどうなるのか、あるいはコマーシャルペーパーですとか社債の発行環境などがどう変化していくのか、そしてその結果として企業の設備投資態度や、あるいは雇用の態度がどう変化していくのかといったようなことを総合的に評価していく必要があると思っております。その意味では2月の私どもの措置は市場参加者やあるいは企業経営者のマインド面を中心に相応の効果があったというふうに見ておりますが、政策効果全体について確定的な評価を行うにはなお時期尚早だというふうに思っております。いずれにしても私どもとしては3月の決定会合で
これは3月の話でありますが、決定した金融緩和スタンスの明確化と、失礼しました、2月の決定会合で決定しました金融緩和スタンスの明確化と追加緩和、さらには3月の決定会合で決めました成長支援のための資金供給の増額によって、我が国経済が早期にデフレを克服し、物価安定の下での持続的な成長を実現していくことを非常に強く期待もしておりますし、それに向けて最大限の努力を払っていきたいと、かように思っております。金子陽一君。ありがとうございます。ただインフレ、すみません、物価安定の目処 1% を明示したこと以外は、これまでも続けておられた政策そのものでありますので、すみません、物価安定の目処 1% という政策が、これはやはり大きな効果を持ったものであるということは、私はこれは否定できないんだと思います。そして一部の人々はインフレ目標政策を取れば、これは物価が仮に上がったとしても直ちに金利が上昇をして、そして長期金利が上がって国債価格も下落をしてしまうというようなことを言っておりましたけれども、こうしたことは実際に起きたんでしょうか、起きなかったんでしょうか、簡潔にお答えをいただきたいと思います。山口副総裁。これまでの国債価格の動向、国債金利の状況を見る限りは、おっしゃられるような事態は生じていないということだろうと思っております。金子君。そうなりますと、この物価安定の目処 1% という政策は、大変よく効いたというふうに評価すべきではないかと、私は思うんです。せっかくこういった新たな取り組みをなさったのに、いや、なんとかかんとかですという留保条件をたくさんつけてですね、自らその政策効果を減殺してしまうようなことというのは、これは日銀さんにとっても残念なことでありますし、我が国にとっても大変残念なことであろうというふうに思います。特に白川総裁はその2月14日の当日の記者会見で、これまでと特に変わったことではありませんというような発言をしておられましたけれども、これは大変まずいと思うんですね。ですから堂々とインフレ目標政策の一種類を導入をしたんだと、これは効いたんだということを国内外に大きな声で発信をしていただきたいと存じます。さて、ちょっと切り口を変えさせていただきます。先ほど安住大臣からもご説明をいただきました為替介入についてなんですが、為替介入で、投入をされました、市場に投入をされた資金についてであります。この資金、ベースマネーの動きを日銀から発表された数字を見ておりますと、結局市場から吸い上げてしまったんではないかというふうに見て取れるわけです。付帯化されてしまったんではないかと見て取れるわけですが、副総裁、これは本当のところどうなんでしょうか。日本銀行山口副総裁。お答えいたします。先生もご承知のとおり、金融市場では為替介入に伴って供給されました円資金のほかに、銀行券の受け払いですとか、あるいは財政資金ですとか、あるいは期末のための資金需要ですとか、さまざまな資金が取引されております。膨大な額と言っていいんだろうと思っておりますが、マネタリーベースはこうしたさまざまな資金の動きを反映して日々大きく変動しております。したがって為替介入資金だけを取り出して、それが付帯化されたか非付帯化されたかといったことを議論いたしましても、実のところ観念的にはそういう議論は十分成り立つわけでありますが、実際に特に実務的にそうした数字を補足することは事実上難しいということであります。私どもとしては、そうした中で為替介入によって供給された円資金も十分活用しながら、金融市場に潤沢に資金供給を行ってきていると、このことは間違いない事実でありますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。金子陽一君。副総裁、そうはおっしゃいますけれども、1月のベースマネーの平均残高が、119.0 兆円です。そして2月の平均残高は 112.4 兆円です。6兆6000億円も減っております。これは非常に重大なことです。なぜかと申しますと、2月の14日に、目処 1% の政策、これはインフレ目標の一変形であると
というふうに市場関係者は受け取って、大きな効果が円高が収まり、そして株高がもたらされ、そして金利も安定をしているということがもたらされたわけでありますけれども、実際にはその2月に日銀がやっていたことっていうのは、市場からマネーを吸い上げていたということになるわけです。インフレターゲットをやるよ、これから金融緩和していきます、追加的な金融緩和策の中の一環として出しますと言っているそばからベースマネーを引き上げてしまったんでは、これはこういうことが何回も続くようですと、今後日銀が何を言ってもこれ信用できないというような市場の反応が出てきてしまうんじゃないでしょうか。いかがでしょう。山口副総裁。お答えいたします。私どもの金融政策は現在はマネタリーベースを直接のターゲットとしているということではございません。あくまでも金利操作を中心に据えて政策を行っております。そしてその金利操作といいましても、短期の金利についてはほぼ限界に近いところまで低下してきておりますので、長めの金利への働きかけということを中心に行っております。そうした長めの金利への働きかけという緩和スタンスについては微動だにしておらないということでございます。金子君。確かに金利をこれ以上下げ、名目金利をこれ以上下げるということは難しいというのはよくわかります。しかしインフレ目標の位置変形なんですから、実質金利を物価を上げることによって下げることはできるわけであります。ですからちょっと副総裁のおっしゃることっていうのは私には理解いたしかねるというのが本音のところでありますけれども、この点につきましてはまた財金委員会などで続きをさせていただきたいなと思っております。要するに問題は日本銀行がやっている政策が果たして信用できるのかと、市場関係者がどう判断をするのかというところになるんだと思います。そこで、過去の日本銀行の判断が、政策判断が果たして正しかったのか、そして正しいのか誤っていたのかということをきちんと総括をしているのかということについて、あと6分ですけれどもお尋ねをしたいと思います。2000年のゼロ金利の解除、そして2006年の量的緩和の解除など、過去の金融引き締めへの出口戦略、これはどうしても早すぎたというふうに私は考えております。2000年のゼロ金利の解除はまだ消費者物価はずっと継続的にマイナスであったのにもかかわらず、デフレ懸念の払拭が見込めるということで、ゼロ金利を解除してしまいました。瞬く間に景気が悪化をして、翌年量的緩和政策を取らざるを得なくなりました。その量的緩和政策も2006年の3月解除をいたしましたが、これ同じ年の8月に CPI の基準改定がありまして、その基準改定の後の数字を見ますと、これはもう全くプラスの物価上昇率にはなってないということが、これはもう事実としてあるわけであります。こうした2つの政策判断、正しかったと副総裁お考えでしょうか、それとも誤っていたとお考えでしょうか。山口参考人。お答えいたします。まず結論からでありますが、先生がご指摘になった局面における私どもの政策運営については当時の判断としては適切なものであったというふうに思っております。もう少し具体的に申し上げますと、ゼロ金利を解除いたしました2000年8月でありますが、日本経済は回復傾向が明確になっておりました。その段階では先行きについても緩やかな回復が続く可能性が高いというふうに見込んでおった状況であります。そういう中で私どもは金融緩和の程度を微調整するためにゼロ金利の解除を行ったということでございます。一方、2006年3月の量的緩和政策の解除についてでありますが、いわゆる3つの過剰、企業部門における3つの過剰ですね、設備の過剰、雇用の過剰、負債の過剰と、こういったような構造問題への対応にめどがついていく中で、経済物価情勢が着実に改善していくと、先行きもそうした改善傾向が続く改善性が高いという判断を踏まえて実施したものであります。その後も2007年にかけて金利水準の調整を行ったわけでありますが、その際には極めて緩和的な金融環境を維持するように非常に慎重な調整を進めたということでございます。したがいまして、結論は先ほど申し上げたとおりでありますが、もちろん日本銀行の歴史を遡ってみた場合に、私どもの政策判断に全く誤りがなかったと
ということではないというふうに思っていることも事実であります。したがって、金融政策面に対するさまざまなご批判、ご意見に対しては、謙虚に耳を傾けながら、適切な政策運営を心がけてまいりたいと、このように思っております。金子陽一君。我が国の金融政策というのは信頼されるものにしなくてはなりません。これは一日銀の組織の意向によって左右されるべきではないわけであります。そういったことを考えますと、政府と日本銀行が政策協約アコードを結ぶことによって、例えば物価上昇率などの数値目標を共有をするという手段が考えられるわけであります。こうしたアコードを締結をすることによって、インフレ目標や量的緩和政策などの金融政策を駆使をした形でのデフレ脱却を強力に推進すべきではないかと私は考えるんですが、この点につきまして総理のご見解をお聞かせいただきたいと存じます。野田内閣総理大臣。デフレ脱却をしなければいけないという問題意識は、これは日銀と共有をしているというふうに思います。でその問題意識を共有している中で、いかに連携をしていくかということだと思いますけれども、先ほどご議論がありました日銀の2月の金融政策決定会合における中長期的な物価安定のめど、こういう目標を自ら設定をされたわけでございますので、その設定に基づいてしっかりその実現に向けてご努力をいただけるものと思いますし、そのために適切、果断な金融政策を講じていただけるものと強く期待をしていますし、そのための緊密な連携はこれからもやっていきたいと思います。はい、金子君。ありがとうございました。質疑時間2分残っておりますが、これで終了させていただきます。ありがとうございました。以上で金子陽一君、民主党新緑風会の質疑は終了いたしました。